戦乱カグラ。エスティバルバーサス。少女たちの選択。はじめからだ。続きからだ。また帰ってきたのか。カグラ様、続きです。千年祭を進めるぞ。一人一人の物語だ。日々の努力が自分を作り上げる。奈落出る。カグラ様のために。自分に任せておけ。 任務、遂行する。準備はいいか行くぞ自分に負けはない。行ってくる。これも訓練と思えば。行ってこい。お帰り。休憩はもういいのか能力を確認しろ。技を確認しろ。戻るぞ。まだ諦めん次こそは。よし強くなったな。 修行の成果だ。悪くない。もっと力をつけねば。自分なら当然だ。悪くない。まだまだだな。不甲斐ない。まさか、この程度とは。飛ばすぞ。遠くの忍びと戦うのか。着替えるぞ。動きやすい格好にしてくれ。どんな衣装にすればいい自分の私服だな。 戦うならばこの姿だな。たまには悪くない。似合う、だろうか。可愛い,いものにうつつを抜かす暇はない。可愛い,いな。こんな感じで頼む。考え直してくれないか。さすがにちょっと、恥ずかしい。これが使命のためならば、動きやすいな。 なんだか小さくないかば、胸が。これは、本当に必要なのかどうした見るなそんなに近づくんじゃないダメだ近いぞ。身だしなみにはいつも気をつけている。揺らすな胸に視線がいっているぞ。そんなに胸が見たいのか使命にはあまり関係ないな。 胸にしか興味がないのかまるで妖魔だな。変態か。気持ち悪いぞ。踏まれても文句はないな。しょうがない奴だな。そこまでしてみたいのかいい加減しつこいぞ。触るなやめろ自分に触れていいのは、神楽様だけだ。触るんじゃない私に触るな 怒るぞ。くすぐったいな。やめてほしい。どこにつけるんだ前にもこんなことをしたような。別の場所も悪くない。冷たいぞ。風か戦いの記録だ。まだまだ足りないな。まだ上を目指せるはずだ。あと少しだな。これでカグラ様をお守りできる。 知ることもまた力だ。思い出に浸るのもほどほどにしておけ。思い出、か。いい音だ。必要なものだけ聞くんだぞ。意味と断りを学ぶのだ。あとは頼んだ。交代だ。アスカ、イカルガ、カツラギ、ヤギュウ、ヒバリ、ホムラ、ヨミ、ヒカゲ、ミライ、ハルカ、ユミ。 クモクラク雲、夜桜、四季、実り、雅、紫、イム、両美、両な、ジャスミン、両期、レンカ、花火、カフル、大同士、鈴音、リン、さゆり、あやめ、あやね、孫作、両夫、カウウ、デロ、ならく、マイル、自分に任せろ。 出番だな。了解自分が変わろうこまめに記録しておけ。記録する。記録を読み込む。記録を削除する。設定を変更するぞ。奈落だ。聞こえるかこれだ。違うか。どれだ悩むな。どうしたまだ決まらないのかガム、食べるかおい。 さっさと次に行くぞ。任務開始。任務達成。任務失敗。いざ尋常に舞い散れ。いざ紅蓮のごとく舞い散れ。いざ鎮魂の夢に舞い散れ。いざ火炎の魂に舞い散れ。いざ聖火の宴に舞い散れ。最終戦。勝負。決着。進め。技あり。後がない。いや。た。ふっ。や。 砕く圧殺潰すまぬけが避けてみろ排除する蹴り壊すすり潰す当たると痛いぞ。かかったな。砕けろ散れ当たれやるなまだだそこ隙だらけだやらせん見えた合わせろ行くぞとどめだ落ちろ アあ、がケッケ なかなかやるな。まだ終わらん。まだまだ。これからだ。これ以上はやらせん。負けるか。ちっ…うざい。まずい。立て直すぞ。その程度か。そこまでだ。ちぃ。しまった。おのれ。 油断したかうわぁこんなこれ以上は、ふざけるなかっやめろバカなやめが見るなそんな、バカなここで、終わりか神楽様自分が、 負けるだとまだ負けるわけにはもうダメだ神楽様申し訳ありませんこんな奴らにここまでか修行不足かもっと強くこの程度で破れるとは。 申し訳、ありません。生き延びることさえできないとは、深く。神楽様お待ちください危ないその程度の腕では、自分は使命を完遂。所詮はこの程度の、失敗か。申し訳ありません。くそ死にたいようだな。忍び 命がけ避けれるものなら避けてみろ獣玉の風情が抗うな何発耐えられるかなお祈りは済んだか自分の鉄球で行くがいい道は決まったか六道明快畜生堂に落ちるがいい六道明快ガキ道で彷徨え粉々になれ もう後戻りはできないぞ。終わりはあっけないものだぞ。次はもっとマシになれよ。残悔の時間だ。お前のせいを振り返れ六道林廻修羅道で悔い改めよ六道林廻人間道には戻らせない下道が天から落ちようお前の前に救いはない あるべき道へ帰れお前の花は咲いているか来世で償え地獄落とし天道から叩き落としてくれる地獄落とし地獄で苦しめ寄るな離れろ群れるなあれガムが。のんびりしている暇はないぞ。焦るくらいがちょうどいいんじゃないかもらうぞ。悪くない。 いただく覚悟はいいか覚悟しろ力が、溢れる出たな。来たな。まだ向かってくるのか。所詮は忍びか。雑魚は群れても雑魚だ。もっと楽しませてくれ。100連戦突破 !200 連戦突破 !300 連戦突破 !400 連戦突破 !500 連戦突破次 六百連戦突破七百連戦突破八百連戦突破九百連戦突破千連戦突破こんなものか貴様、力の差もわからないのか。年季の違いを思い知らせてやる。覚悟が違うんだよ力も覚悟もない下船の忍びが。忍び学生ごときが自分にかなうと思うな。その程度で守るだと所詮は忍び学生か。 忍びもたかが知れているな。せいぜいあがけよ。準備運動にもならないな。はあ飛べそこだ